スビアトスラフ・オリゴビチは、チェルニゴフ公、オレグの子である。ノブゴロド港、1136年から1138年、1139年から1141年、1142年から1144年。クルスク港、1138年から1139年。スタロデューブ公、ベルゴロド港、1141年から1146年。 ノブゴロド・セベルスキー港、1146年から1157年。トゥーロフ港、1149年から1151年。チェルニゴフ港、1157年から1164年。スビアトスラフは1136年の、フセボロドが、ノブゴロド港くらいにあり、ポサード肉のコンスタンチンがそれを補佐していた時期に、ノブゴロドへ到来した。 その年のうちに、ノブゴロドで暴動が起き、ノブゴロド港フセボロドは、ノブゴロド、プスコフ、ラドガの人々によって追放された。フセボロド追放後のノブゴロド港にはスビアトスラフがついた。なお、このフセボロドの追放に対し、ソビエト連邦の歴史家、ビーグレコフは、著作の中で、12世紀のノブゴロドの革命と述べている。他の諸公国に比べ、ノブゴロド公国は民会による、 政治体制が特筆されるが、この事件こそが、ノブゴロド、共和国の幕開けであるとみなされている。イオアキム年代記をもとにした V タチシチェフの、著述によれば、ノブゴロド公となったスビアトスラフは、ノブゴロドのポサイドニクペトリラの娘と結婚したという。しかしその際に、ノブゴロド主教の日本とは、この結婚を祝福しなかった。原因は、スビアトスラフと、 日本都との不和にあり、スビアトスラフは、聖ニコライ教会で、自前の僧のもとで、結婚式を挙げた。スビアトスラフは、日本都との和解のために、ウラジーミル一世による古い放棄を復帰させて、主教が十分の一税の代わりに、国庫から百グリブナを得ること、いくつかの税と義務とを免除することを規定した。また、同年、全民の交付セボロドの支持者から命を狙われ、 過労死で逃れている。1137年、ポサード肉のコンスタンチンがビシゴロドへ逃れていた、フセボロドの元へ赴き、プスコフへ行くよう説得した。プスコフの人々は、フセボロドをプスコフ港とすることを受け入れた。ノブゴロドの人々もこれを承認した上、フセボロドに再び、ノブゴロド港となるよう望む者が現れた。スビアトスラフは自ら軍勢を引き、またポロ別族と、 クルスクにいた兄弟のグレプトを援軍に呼び寄せて、プスコフへと向かった。プスコフの人々は、同胞同士の流血の回避を要請したが、フセボロド自身が自陣を選んだ。これによって、おそらく、ノブゴロドプスコフの人々の流血は避けられた。この当時、スビアトスラフの父である、チェルニゴフ港オレグを外する一族は、キエフ大公ウラジーミル二世を外する一族と、対立していた。 スビアトスラフを要するノブゴロドに対し、スーズダリ、スモレンスク、キエフ、ポロック等の諸都市は、ノブゴロドとの貿易を停止した。このためノブゴロドの食品の価格が高騰し、ノブゴロドの人々は、1138年に、スビアトスラフを追放し、スーズダリからロスチスラフを公に招いた。スビアトスラフ以降は、キエフへ向かう途中で、スモレンスクの人々に捕獲され、 スビアトスラフはスモレンスクのその妻はノブゴロドの修道院に留置された。その後、モノマフ系のキエフ大公ヤロポルク2世とスビアトスラフの兄弟のフセボロドとの間に和平条約が成立し、スビアトスラフはキエフへ送られた。フセボロドがキエフ大公となるとスビアトスラフはクルスクを受領し、さらにペレアスラブリをめぐって、 ペレアスラブリコーアンドレイと戦ったが、スビアトスラフ軍は敗れた。1139年、ノブゴロド港ロスチスラフは、ノブゴロドを放棄して逃走せざるを得ない状況に陥っており、スビアトスラフが再び、ノブゴロド港くらいに着いた。しかし、それも長くは続かなかった。1141年にスビアトスラフは、兄のフセボロド2世によって、キエフへ召し出された時に、 ノブゴロドの人々は、これを機に、フセボロド二世の子を、ノブゴロド公にするよう請願した。スビアトスラフは、もう一度クルスク公となり、さらに、チェルニゴフ公国の分量広国である、ノブゴロド・セベルスキー広国を得た。後に、フセボロド二世から、ベルゴロド公位も追贈されている。1146年に、フセボロド二世が死に、さらにその後を継いだ、イーゴル二世も、 キエフの人々によって殺された。これらの政変に合わせ、従来のチェルニゴフ公国の公たちが、キエフ対抗位を狙うイジャスラフと組み、ノブゴロド・セベルスキー公国の相続権を主張したため、スビアトスラフは、ノブゴロド・セベルスキー公国を保持するために戦った。スビアトスラフは、同じく、キエフ対抗位を狙い、イジャスラフと対立していた、ロストフスーズダリコを ユーリー陣営に加わり、領土の保持に成功した。1157年、キエフ大公となっていたユーリードルゴルーキーが死亡し、チェルニゴフ公イジャスラフが、キエフ大公位についた。これによって、スビャトスラフは、チェルニゴフ公となった。しかし1159年に、イジャスラフ3世は、キエフから追放された。イジャスラフ3世との闘争に勝利したムスチスラフと、 ガーリチの人々がモノマフ系のロスチスラフをキエフ大公の座につけた。一方スビアトスラフはイジャスラフにチェルニゴフを譲らず、チェルニゴフとキエフの統治者の地位をかけて、ポロ別族と同盟を結んで戦いを始めた。スビアトスラフのこのオレグとオイのスビアトスラフもイジャスラフの側についたが、スビアトスラフはチェルニゴフの防衛に成功した。その後、ロスチスラフ一世が 息子のロマンを通じて、イジャスラフに、チェルニゴフを与えることを約束させた。スビアトスラフは、イジャスラフを呼び寄せ、また、キエフ大公くらいの要求刑を放棄し、ドニエプル川左岸に退いた。スビアトスラフは1164年に死亡した。チェルニゴフ公位は、老いのスビアトスラフが継承し、スビアトスラフのこのオレグは、ノブゴロド・セベルスキー公となった。その子孫は、 ノブゴロード・セベルスキー広告の分量広告を継承する独占的権利を得ている。スビアトスラフの妻として、ノブゴロードのポサイドニク・ペトリラの娘と、ポロベツ族のハン・アエパの娘とが指摘されている。ここには、以下の人物がいる。ニコライ・カラムジン。ABCD、Z ・ Z ・1950、659、ゼー、ナイン、ザ・バイブ、中ワアツオ。 吉田敏則、藤田英実校、一般地位年代記翻訳と注釈、キエフ年代記修正、富山大学人文学部起用第66号、2017年2月、P248。ありがとうございます。